川急温泉は、北海道函館市川急町にある温泉。源泉温度45摂氏53度川急川の渓流を挟んで、川急温泉ホテルと民林層の2軒の温泉宿が存在する。南海安部町市によると、漢方年間には開け湯していたとされる。文化12年記録の額が、当時の鶴の湯の薬師堂にあったということが、 菊池茂方によって明治5年に確認されている。この時期から当時場として人に知られていたということが資料上確認されている。川旧山中において鶴が歪みをして斧が傷を癒したという海油伝説がある。原川旧温泉ホテルのあるところに薬師堂がありその功能に対して進行も行われ、また開け油伝説にちなんで、 鶴の湯と称されていたという古い伝統を持つ。最上徳内による江戸造誌においても、完成年間には、近隣の磯や、鹿部、留の湯などと並び温泉として記録されている。18世紀末の高架年間に当地を訪れた、松浦竹四郎の江戸西誌の記録によれば、温泉壺一つ、ゼを引きまた境と、梨よくしむ。人熱湯なり、水七分湯三分湯なり、 医王の木あり、温泉小屋壺一つ抱き一口こしらえたり、長屋、七曲に切れたり形に枕して風景よろし、とある。文政十二年、ここで湯りとしていた、弁吉より、函館の野とや自兵が、温泉地及び権利を譲り受け、当治場とした。幕末期には、旧幕府軍の肘方都市蔵隊がここに、登留したという記録もある。鶴の湯は、 1898年から山中旅館として営業が行われ、1970年には川急温泉ホテルとして大改築を行った一方、対岸の民林層の由来は川急側の家庭から温泉が流出する場所があり、地元の山仕事人が石で囲んで入浴していたところを昭和2年に源泉を引頭し、川急市街に目の湯が開業した。その後、同館は、 箱館の海鮮業者に渡り、戦時中はほぼ廃業状態になった。戦後、湯本を引き継いだ、佐藤玄三郎夫妻のほぼ手作業に近い復興の努力により、1953年、現在の民林荘の場所にあたる、川底の湯本そばに観光第一旅館、民林荘が創業された。民林荘は、現在もなお創業当時の面影を残し、 よく手入れされた木々により紅葉の名所として知られる。民林層は近年水害によって道館の浴場が壊滅的な打撃を受けたが地域や全国のファンの援助により復興している。ありがとうございます。